だから向きあるから、あの光が当たるんで向きを変えると色が変わったりするわけです。あとシルク繊維はね、滑らかじゃない。シルク繊維の断面が三角形をしてます。だからいろんな方向から光が当たるといろんな方向に乱射します。